estaba Pink. に明日のスケジュールを決めましょう。ちょっと明日はいろいろ大変そうなんですよね。ピンクどこだろう。コンサート選抜おめでとうございます。ありがとうございます。でも全員で立ちたいよね。なんか頑張んないとって思った。改めて分かってたけど、最初からさ選抜コンサートって言われててさ、まあ分かってたけど、みんなで立ちたいなってやっぱり改めて発表されて思ったの。だからみんなのために頑張るんだ。っていうのをさ、ツイッターに書こうと思ってさ、一生懸命書いてたけどまとまんなくて更新できなかった終わってから考えよう。ちゃんとツイッターってさ制限されるから難しい。ねえ、本当に頑張る。楽しみだな。楽しみなのはすごい楽しみ。なんかなんて書いてたっけ、題名変だったよね。題名誰が決めるの、知らない、大人が決めます。なんだっけ、しょうもないことを本気でやろうぜ、よろしくどうぞだってニューイヤーン、しょうもないこと本気でやろうぜ、よろしくどうぞ、よろしくどうぞのところ、おさきさんっぽそう何か「よろしくどうぞ」、しかも「よろしく」がさ「よろしく」がカタカナ、カタカナのところもモザイクさんっぽいね。みんなでしょうもないことを全力で、それが HKT らしさなのかな今の。頑張ります。本当に選ばれたからには。何するんだろうね、本当にしょうもないことって。50カウント完了だって、ありがとうございます。12月11日水曜日、難しいよね全員でなんて。難しいことが簡単にできたらいいんだけどね。やらせてもらえるぐらい最高のコンサートをする。
クマさんタワーが届いた。ワールドピースさん、ありがとうございます。明日は何時にしましょう。12時にできないんですよね。今日はストレートだ、可愛いだってさっきまで巻いてたんですよ。お風呂入ってきた。2時半に終わって2時半に終わって30分できるか。明日平日なんですよね。しかも公演リハ終わりに1回と、どうしようかな。あートナカイさん来てる。ワールドピースさんだ。またありがとう。いつも可愛いこの2人を並べてくれる。どうしようかな。とりあえず今日のね書いていこう。リハ終わりだから5時からできるかな。17時ぐらいから多分できるとして、まあその前にメイクしてるからまあできるとして、公演終わりに何回できるか。頭が回らん。でも45分を4回するとして、帰ってきて2回するとなったら9時にはできないから、45分2回できないということは本当に計算大嫌いなんだけど、どうしよう。どうしようかな。11時から1時間やって公演前に1時間やって取材前、あと1時間ですよ。3時20分に事務所、どこでやるのが一番いいんだ。だからかな。
日本語もおかしくなってきちゃってやばいよね。だからかなーよとる。だからかなー。10時か11時にしようかな。11時間、11時から1時間やったら12時で、だからその1時間しながらメイクして、ん？なんで？あ、まあそれでもいいんか。11時からメイクしながら、あ、メイク配信事務所でできるか。12時半か45分から微妙分に、めっちゃね、でもね、時間微妙やな。なっちゃん。ちゃんさ、え、これこんなに早く事務所に行く意味あるんかな。わお父さん、タワーありがとうございます。なんかパンダ可愛くなったね。何このパンダ可愛くなったね。消しちゃった。ねえ、ちょっとさ、朝か昼かやるのはちょっとさ、後ででいい？後でちゃんとこれに書いてツイッター載せる。良き？ちょっと。そして公演前に1時間と公演後に1時間する。オッケー。考えることにします。よし、明日の時間考えるの終わり。公演前は17時からになると思います。1時間、公演後は24 23時からにしようかな。23時か。22時かだけど、23時の方がなんか良さそう。だから全部を終わらせて23時にしようかな。1時間、18時、またギリギリまでやっとったらみなちゃんにエンジンするよーって呼ばれちゃう。あとで
考えます。はい、考えるの終わり。疲れちゃうから。明日は多分3回しか配信できないと。だから全部1時間ずつで。にしようかなって感じです。さっきなっちゃんのところに千織が来ていました。千代たん、千代たん、この前福岡で会いました。一緒に収録しました。はじめましてだって。はじめまして。髪色かわいいだってやったん。ちょっとところどころハイライトがいるんですけど、量は増やしたけどね、ちょっとね細いハイライト、細いです。カウント完了だって、ありがとう。最近一段と可愛くなったって。嘘だもん、こんな顔で可愛くなったは信じられん。ボッサボサン。ピンクすぐ抜けん？抜けるよ。ピンク本当にすぐ抜け抜けます。なんで9位までの差が縮まらないんだろうね。9位の人もやってるから上がらない。NMB で仲イコールミルちゃん、ミルちゃん仲良し。ももね、あかりんさんとかもお話しする。めっちゃミルちゃんがいっちゃん仲いい。ウーカ、ウーカも仲いい。同い年です、ウーカ。ダンスも上手ですね。一緒にやることが多くて。マジで前髪長いな。そう、ダンス選抜一緒です。仲良し。ウーカのダンス本当に大好き。
綺麗に踊るよね。前髪がさ、でもまあ巻けばちょうどいい長さなんだよな今。巻けよってね。NMB って綺麗に踊るイメージ強いって、そうなの？さや姉さんがバリバリダンスうまいからそう見えるんじゃん。それが受け継がれてるんじゃない。こんばんは。だってこんばんは。マジで髪伸びた、本当に。てか汚くなったな髪。髪もっと伸ばす？だって、いや、ずっとこんな感じでいこうと思ってる。でも長いが好きなんですよね。この色バリ可愛い。この色バリ可愛い。やっぱ明るい方が可愛いな。なっちゃんくらいにして短く。でもこの前この前友達にもあれショート似合いそうって言われた。ベリーピンクってめっちゃピンクって意味違います。ベリーベリーピンクだからね本当は。違うと思う。ベリーっぽいですね色が。どっちの意味もあるんじゃない？知らない。私が作った人じゃないから知らないけど、少し理由あってスーツでめっちゃ太りました。だってお父さん頑張って。あれとかいっぱいありそう、忘年会とか。髪乾かすのが大変そうだって。はあ、大変ですね。すごく大変です。もう嫌になる。アバターが大きくて邪魔やん。あ、そっちの話？お父さん。アバターの話？太りましたって。そっちかい。いや本人もだってやば。なっちゃんのとこから来た。だってなっちゃん終わったんだね。
バリ前髪長い。コラボの曲聞くの？聞きますよ。最近はずるいよずるいね、ずっと聞いてるよ。ナータンが歌うまくなっててびっくりしました。上手。なんでこの歌流れてきたんやろ。不意に流れてきた。なんか表彰式始まったよ。バリおもろいんやけどめっちゃ。なんでやろ。なんででしょうか。何があった、どうしたってみんなにめっちゃ、何もない、どうもしてない、ただなんか頭の中に流れた。なんか違う曲流す、頭の中に。何にしよう。何にしようかな。何も流れない、どうしよう。違う曲流れた方に。流れてこない。そういう時は携帯を見る。携帯のプレイリスト。何にしようかな。あ、流れてきた。いつもさ、なんか知らんけどさ、音楽ってさ、頭の中に流れるくない？だから私多分いつも揺れてるんだと思う。今皆さんの頭の中は何が流れてますか？表彰式なおやめて。エンドロール12秒。表彰式はもう私がキャパシティ。隣のトトロかわいい。何それかわいいね。最高かよ。いいね。夕日を見ているか。おお、いいじゃないですか。いい曲流しますね皆さん。野蛮な求愛、意地悪中、オフィシャルヒゲダン、いいね、メイクノイズ、おお、めっちゃノリノリじゃん。
女の子だもん走らなきゃだって。あーかわいい、はるちゃんの声が脳内再生されてると思ったらめっちゃいいね。意志かっこいい、こんな夜中に初日いいね。泣いたね、パリシャもないけど前髪あげようかな。花雪の歌2の歌、花雪2の歌って書いてあった。あ、2の歌って書いてあった。みんなやっぱりオタクなんですね。48グループの曲とか HKT の曲とか多い。やっぱそうだよね、好きなグループの曲とかが流れるよね。さすがですね皆さん、最高だ。あ、火山灰いいね。オタクじゃなきゃここにいないだって。そっか、そりゃそうだ、それはそうだ。二人乗りの自転車この前やった、8周年の時やりましたね。私部屋に飾れるだって。どうして、タイトル知らないけど有名なやつ流れてる。え、そういう時モヤモヤするくない、やっぱり。わ、何やったっけこれってなる。明日本当にあの時間に行く、ん、集合。でも家でメイクするのはね、行く意味ないよね。連絡してみる。まあでも30分ぐらいしか変わらんじゃん結局。まあそっか、もう10日じゃないよ、11日だよ。ベレタイムじゃないですよ初期面の会話って感じって言われた。そうだね、初期面じゃなくても会話するでしょ、こういう会話。違う、明日2人なのそのお仕事が。そうなんですよね、私たちだけだから。私たちうちらがちゃんとねできてたらいいんだよね。が入ってメイクするより、うん、ここでメイクしていってよくないっていう話。っていうかショールームでもメイクしとるけん行って向こうで1時間無駄ないよね。そうなんです、メイク配信する？明日じゃあ家でメイク配信見たい人いるの？なっちゃんの折り紙何色？これ何色なんだろう？
空色。見たい人いるんだ。家でメイク配信するなら、あ、ごめん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 、すごくごめん。やば、グレーに見えるわ。斜面に、斜面に、斜面って何？写真に、あ、写真になるとね。家でメイク配信するなら11時から。うまく隠れるなって言われた。カシャーウィーンガシャーンウィーンガシャーンウィーンガシャーン。うまいって言われた。じゃあ明日11時からメイク配信します。11時から1時間、17時から1時間、23時から1時間。できたじゃん。書くね。かくかく。よいしょ。11時から12時。やばい、字汚っ。17時から18時、23時から24時、って感じで。一生懸命やってる。なんか行ってきなさい。できた。レジスタンス。スピンだった。OK。よし。あ、何撮る？あ、ランキング読みます。
13位みやおいさん、12位はるよんさん、11位ゆうきさん、10位すいかねこさん、9位ふうみんさん、8位世界の中心のコッキーさん何言ってんの7位しょうたろう、6位むさしさん、5位わくださん、4位いぬわしひろおみさん、3位お父さん、2位田村村、1位ワールドピースさん、ありがとうございます。ありがとうありがとう何言ってんの、ひどい、だって何言ってんのじゃん、だってもう。ありがとうございました、すごいっすよ、かんさんみだ。また明日。また明日ね。寝るまんなよ。ありがとうございました。バイバーン。あと2分もあるね。明日もよろしくお願いします。明日は9位に近づけるように頑張りましょう。ネイルバヨーラ、ネイルマンナヨー。またねー。バイバイ早かったんじゃって、いつもこんなんいつもね、3分とか4分バイバイ言っとる。いつも長いの、言う時間が。またねー、あんにょーん、チャルじゃよ、おやすみなさい。消えるまで待とう。まだおやすみなさーい。